クラランス・ガニョンは、フランス系カナダ人の画家、イラストレーターである。カナダ、ケベック州のローレンシャン高原やシャルルボワ地域を描いた風景画で知られる。モントリオールで生まれた。製粉会社の工場長の息子に生まれた。父親は、ガニョンを会社員にさせたかったが、イギリス生まれの母親は絵画を学ぶことを支援した。1897年から、 モントリオールのモントリオール美術協会の絵画教室でウィリアム・ブリムナーに学んだ。その後修行のためパリに渡り、1904年から1905年の間、アカデミー・ジュリアンでジャン・ポール・ローランスに学んだ。その後フランスやイタリアを旅して、1909年にカナダに戻った。ケベック州のベイサン・ポールに住み、多くのカナダの自然や人々を描いた。 特に雪に覆われた冬の風景を描くのを得意とした。1914年のルイエモンの小説、白き諸女地の挿絵も描いた。1922年にカナダ王立美術アカデミーの会員に選ばれた。1924年から1932年の間は再びヨーロッパに渡り、フランスで暮らした。ガニョンの指導を受けた画家にはルネリシャールラがいる。 1942年にモントリオールで没した。ありがとうございます。